餃子200個食べやろう。食べきれい。もう一回だっていい。もう一回取るわ。キョキョパッパラッパー。餃子200個なんか食べたことない。餃子200個なんか食べきれるのかな。だって餃子ってさ、せいぜい食べても50個じゃね。ねえ、ってことは今回は4倍、いつもの4倍食べないといけないってことか。結構しんどいんじゃないか。まあとりあえず焼いていくか。ちーやのこのホットプレートを今回使います。小さいけど。やべ、ホットプレート火温めるのに時間かかるの忘れてた。なんか今日さ、寝てたら夢見てて、自分がゴリラになる夢見たんだけどさ、なんかその自分がゴリラになる夢見たのに全然不思議に思わなかったの。夢の中で自分が、俺ってやっぱりゴリラだったんだってなんか納得してしまった自分がいて、なんかそれが怖かった。その話はさておき、とりあえず油敷いていくわ。油はこれぐらいでいいんだよ。ちょこっとちょこっとだけね、油は。あー入れすぎた。俺めっちゃいいこと考えた。餃子で油を伸ばせばいいんだ。どれにしようかな。ホットプレートで焼く場合220度。これ220度なんか書いてないんだけど、ロー、ミディアム、ハイしか書いてない。この餃子をこうやって置いて、こう置いた後、うわー油が飛ぶ。油が痛い痛い。あ、ちょっと待てちょっと待てちょっと待て、油ちょっと待て、油が痛い。ああ痛い痛い、マジで痛い。ちょっと待って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 ー。危ねえ、油で死ぬとこだった俺が。まずガーって入れていくわ。ほらほら入れ入れ入れ、ほら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 、これをきれいに並べていくと、1234567891011、1列に11個も並ぶんです。素晴らしい、頭がいい。ハルクはアインシュタインと頭がいい。あ、間違えた。ここにももう一個入りそうだ。詰め込むよー。はい、とりあえず第一陣こんな感じで蓋閉めまーす。もういいんじゃないか。あ、いい感じ、柔らかくなってるわ。よっしゃよしよし、いい感じだわ。じゃあ第二陣焼いていくわ。出来上がりました。この量やばくない？この量やば。200個ってこんないっぱいあんの。やばすぎでしょ。よだれができたわ。とりあえず食べていくか。食材に感謝を込めていただきます。餃子の王将のタレをとりあえずここに入れていくわ。よし、じゃあ食べていくか。いただきます。さあ始まりました、ハルクのイートタイム。とりあえず食べていきます。うまっ、やばっ。そうでしょ、なんか餃子めちゃくちゃうまい。え、ちょっと待って、ちょっと待って、感想の前にちょっと食べさせて、いっぱい。やべえ、餃子うめえ。やばい、マシマシマシ、てんこ盛りだよこれ。あー、てんこ盛りてんこ盛りてんこ盛りチッティー。頭が、これね、頭おかしくなるんだよ。一人で撮影してる頭おかしくなるんだよ、マジで。マジでうまい、やばい。餃子ってこんな美味しいんだ。もうね、2個食いっちゃってるわ。でちょっと言い忘れてたけど、これ餃子作る過程でなんか2、3個皮から肉がはみ出てボロボロになってたやつがあったから、それだけはもうね、食べたわ。やべ、うめえ餃子。うわ、あ、だって餃子これ冷凍餃子200個でも確かアマゾンで6000円ぐらいだったからめっちゃ安いと思う。餃子200個6000円だよ、めちゃくちゃ安い。うますぎ、やばすぎ。ちょっと七味かけてみるか。七味かけたらどんな味するんだよ。
餃子と七味って合うんだろうか。一味って辛いけどさ、七味だったら全然食えるわ。あんま辛くない、美味しいし。なんかもう 2,3 個一気に食っちゃってるわ。もう餃子自体がくっついてるからさ、剥がしたら身がこぼれるんだよ。うまい、やば、幸せだわ、マジ幸せ。餃子うまっ、餃子うめえ。餃子の発祥って中国やか。中国料理ってうまくない？中華料理ってめっちゃうまいよね。なんか中国とか韓国とか料理めっちゃうまくない？日本も結構うまい方なんだろうけど、アジアレベル高いわ。アジア食に関してはめちゃくちゃレベル高いと思う。まあ、まずケニア行ってケニアの飯食べて思ったことが、あ、ごめん、俺ケニア行ってジャンクフードしか食べてないわ。ジャンクフードしか食べなかった。そういえばこの話終わりだ。うまーい、うまい、うまい、うまい。許す、もう許してあげる。もう餃子食べたら何でも許せそう。怒ってるとするじゃん。あーマジあーイライラするわーみたいな。けどこうやって餃子さ、はい、餃子あげるから許してって言われて、なんだよ餃子かよと思って、こうやってさ食べるじゃない。あんな許す、許す、許してあげますなるわ。餃子にはね、それだけの力がある。餃子は世界を平和にするわ。ユニセフ、ユニセフ餃子。やべえ、無言になってきた。もう何個ぐらい食べたんだろう。多分もうすぐで100個ぐらい食べるんじゃない。でもなんかずっと同じ味だって飽きてくる。大阪王将と餃子の王将って全く違う店舗らしいね。もう全く違う会社みたい。名前めっちゃ似てるのに、ややこしいね。でも今日は大阪王将の餃子と餃子の王将のこの餃子のタレを使ってるわ。コラボしてる。この餃子のタレって餃子以外にも使えるみたい。鍋とかサラダとかしゃぶしゃぶとかステーキにも使えるんだって。万能だね。これ美味しいもん。ちょっと酸っぱい、お、酸っぱいけどね、甘みがあるの。酸っぱさの中に甘みがある。これ餃子の王将のタレめっちゃうまい。申し訳ございません、もうお腹いっぱいで入りません。あー食べきれなかった。餃子200個そう、めちゃくちゃ多いわ。ちょっと最後の方無言でちょっと本気モードで食べてたけど、本気モード出してもダメだったわ。今あと何個残ってんだろうね。それで逆算したら俺が何個食べたか分かるもんね。とりあえず計算してみるか。3、5、10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 、
餃子残り47個はタッパーに入れてまた後日美味しく食べます。今からタッパーに入れる作業していくわ。くそー、200個無理だったか。タッパーがなかったので普通にお皿に入れてラップします。よし、ということで今回の企画餃子200個大食い企画ですが、今回の結果157個残した結果となりました。全部食べきれなかったけどね。逆に餃子200個食べれる人なんかいるのかな。マジでめちゃくちゃきついよ、200個って思った以上に。なんか前回モスバーガー企画やったんだけど、その時より楽勝でしょうと思ったんだよ。餃子200個なんかスイスイ入っていくし。ところがどっこい、
ちゃくちゃくるわ餃子、めちゃくちゃきつい。いやね、ほんといつも僕の YouTube チャンネルを見ていただきありがとうございます。またちょっと違う企画でリベンジします。大食い企画、今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。